エウスカルザインリア、または、王立バスク語アカデミーは、バスク語の保護や普及を目的とした、学術団体。バスク語のユスコーザーンアは、サビのアラナの造語で、エウスカル、バスク語と、ザイン、用護者の複合語,語に設備辞儀をつけたものである。当初は、アラナの他の造語と同じく、エウスカルは、ユスケルと綴られていたが、現在ではより伝統的な、エウスカルの綴りに戻されている。 設立時のスペイン語の名称はアカデミア・デラ・レング・イバスカだったが、1976年にはスペイン教育科学省によって王立アカデミーとしての承認を受け、リアルが冠されてリアル・アカデミア・デラ・レング・イバスカとなった。また、1995年にはフランス政府によって公共非営利組織と認められた。モットーとして始めよ、そして続けよを掲げている。 初代会長のアスクエ19世紀後半より、ホセ・フランシスコ・アイス・キベル、ジャン・デ・ボアザン、ホセ・マンテロラなどによって、バスク語の用語と研究のための機関が必要であると、説かれていた。1901年と1902年には、スペイン・バスクとフランス領・バスクそれぞれの著作家による会合が持たれたが、両者を統合した機関の設立には至らなかった。なお、百八十六年には、 ドイツ人言語学者がベルリンにバスク語協会を設立し、12年間にわたって学術企業の発行を続けており、1907年に文献学者のフリオでウルキホが創刊した国際バスク研究誌にはフランス領バスクの学者も参加していた。1918年1月のビスカヤ県議会でバスク語アカデミーの創設が検討され、9月に オーニャーティ大学で開催された第1回バスク、研究会議でも賛同が得られたため、ライムンド・オラビデ神父が規約案を作成し、1919年9月までに、ビスカヤ県、ギプスコア県、アラバ県、ナバーラ県の各県議会で承認された。9月21日のギプスコア県議会で、最終的なアカデミー設立の決定が下され、ビスカヤ県のビルバオに本部を置く。 バスク語アカデミーが設立された。創設者は、言語学者のレスレクシオン・マリア・デ・アスクエ、アルトゥロ・カンピオン、ルイス・デ・レ・サルデ、フリオ・デ・ウルキホの4人であり、アスクエが初代会長に就任した。1919年の会員は創設者4人を含む、計12人、内訳は、スペイン・バスクから9人、フランス領・バスクから3人だった。1920年に、帰還し、 バスク語が創関された。当初から統一方言の創造が模索されており、暫定的にギプスコア方言が用いられた。スペイン内戦中の1937年にはビルバオが反乱軍に占拠され、その後独裁体制を築いたフランシスコ・フランコはバスク語の使用を禁じる政策を取ったため、1937年からは長らくバスク語の観光が途絶えたが、 バスク抑圧政策が緩んだ1956年からは、再び観光されている。1952年に、1968年にはフランコが存命中ながら、バスク語の使用が解禁され、同年には、アカデミー創立50周年を記念して、標準バスク語のための委員会が設立された。コルド・ミチェレナを委員長とし、ギップスコア方言を基礎にして、聖書法5位。 携帯論、掃除論などの一般原理が考案された。1970年には、バスク語アカデミー会長のルイス・ビリャ・サンテが、標準バスク語に向けてという小冊子を刊行し、バスク語知識人やバスク語出版物などの間に、標準バスク語が普及していった。クルトビヒヒは、ETA と距離を置いた1970年代後半以降に、古代ギリシャ語を踏まえて、 標準バスク語の基準修正に協力した。復古的な色彩を持った標準バスク語は、フランス領バスクも含めた形でのバスク語の標準化を目指したが、その人工性が批判されることもある。1977年時点の正会員は、ルイスビリアさん手会長を含めた24人であり、名誉会員が10人、通信会員が153人、個人会員が26人、 個人名誉会員が7人だった。アカデミーはバスク語の言語規範の諮問機関となり、自治体のバスク語名への解明手続きなどにも関与している。1977年にはバスク大学教育、バスク語用語標準化センターが設立され、バスク語用語対象辞典の発刊が着手された。1980年にはバスク語専門家の養成学校が設立され、 1982年にはバスク自治州政府がバスクご使用標準化基本法を制定した。1990年代には通信会員だった著作家のチリアルデギが提案した標準バスク語の形態や聖書法などの規則を採用したが政治活動も行っていたチリアルデギは政会員への昇格を辞退し続けた。1995年にはベルナトエチェパレによる バスク諸文集の他言語訳を刊行し、その後も日本語など各国語への翻訳を企画、実行した。2014年時点では39人の正会員がいる。活動内容は1919 19年のアカデミー、設立時に定められた規約による。1954年、1972年、1976年、2005年、2009年、2011年には、 規約が改正された。ありがとうございます。